はい、どうもこんにちは、コンガです。今回はクッパの二段ジャンプ崖外空前で相手を容易にバーストできるということをご紹介していきたいと思います。まあ、二段ジャンプ空前って言ったら別になんか普通の技の振り方じゃねって思う方結構いると思うんですけど、結構これが難しいけどシンプルでかつ強いという特徴があるので地味なんですけど、これが使えるとね、全然ツマメイトレート2000以上にも通用する部分が実績としてある技なんでね、ぜひあのクッパ使ってる方、あるいはクッパ対策したい方は見ていただければなと思います。で、先にちょっとこのまず1戦目は最終ストックでね、あのさっき言った2段ジャンプ崖外空前っていうのをお見せしますが、それまでに2段ジャンプ崖外空前のポイントをね、あの3つだけお伝えしていきたいと思います。で、まず1個目は相手を浮かせるです。で、クッパで浮かせると言ったら、まあ、上強、上スマ、横 B、ケツ、まあ、この辺りですね。この辺りの技で相手を高いところまで持ってきます。できればルーペぐらいまで、あ、虫眼鏡ぐらいまで上がっちゃうといいですね。で、降りてきた相手に対して崖際まで近づいていく。で、崖際まで近づいてこう崖際の位置に立ったらピタッと止まること、ね、あのジャンプしたりとか対空とか上強とかするぞみたいなのを見せちゃダメなんですよね。全くこういう感じ、こういう感じでピタッと止まっておく。そうすると相手はね、高い位置だったら大丈夫だろうと思ってくれやすいんで止まること。そして最後に2段大ジャンプ空前です。で、この2段大ジャンプってところがポイントで、これクッパの上投げ空前と同じやり方なんですよね。なので投げコンが得意な人はすぐできると思います。で、投げコンがちょっと苦手だっていう人はね、投げコンと一緒にね練習できると思うんで、逆に投げコンのシーンがなくてもこれをね意識してれば練習できると思うんで、しっかり1段目の大ジャンプの頂点でジャンプするという、これを意識するとできます。いきます、そろそろいきます。まずは相手を浮かせていく、浮かせていく、あれ、浮かせていく、浮いた、で、こうはい、それでは2戦目クッパとの対戦やっていきましょう。さっきセフィロス軽量級だったんで、今回ね最重量級のクッパと対戦していきたいと思います。で、あと2試合あるんですけど、これも格闘キャラとコンボキャラっていう感じで、まあ、いろんなキャラに対して、正直この振り方は全キャラ刺さると思っていいんで、今回動画でもね、いろんなタイプのキャラクターと戦って今のやり方をね紹介していきます。これでその見た目とかすごい地味だし、そのやってることもさほど難しくはないんですけど、誘導がすごい大事なんで、誘導の仕方とね考え方をちょっとお伝えできればなと思います。で、まずはここで横身で浮かせます、ここに立ちます、止まります、ジャンプ滑らし急にこう、こういう感じでございます。で、この2番目の崖際に立ってビタッと地面に足つけて動きを止めるっていう、ここがすごい大事なんですよ。これがほんと地味なんですけど、これがすごい意味があって、ここにいることで相手は、まあ、高い位置だったら大丈夫だろうなって思いがちなんですよ。思ってくれやすいんですよね。でもクッパの空中機動力って全然低くなくってパーンって届いちゃうわけですよ。なんでその相手に奇襲するっていう空前がこのポイント最大のポイントで、奇襲するために相手に油断してもらう必要があるわけですね。で、地面にビターって空下目とぶち込んでいく。さあ、それでは3戦目テリーとの対戦でございます。今度は格闘キャラですね。で、ちょっと話の続きに戻るんですけど、相手に油断してもらうためにあえて地面にビターっと足をつけて、あそこで無駄にこうジャンプしたりとか上強振ったりとか空上したりとかしちゃダメなんですよね。そういうことをすると相手は、あ、このクッパ対空狙ってんなって警戒して、それに降りてくるんで、それだと決まらなくなっちゃうんですよ。なのでビターって止まって上に興味がないような素振りをする。で、クッパって崖が強いキャラなんで、多分このクッパ崖狩り狙ってんなみたいな風に思わせられるとベストですね。で、その動きを止めるっていうことに関しては、相手の油断を誘ったり、このクッパは何を考えて今動こうとしているのかっていう情報を与えないっていう、ね、そういう意味があって、そういう時間のね使い方をしています。で、テリーに関しては確か2ストック目でさっきのやり方が出るんでね、そこをちょっとそろそろ見ていきましょう。手順は浮かせる、崖際でビターッと止まる、急に2段大ジャンプ空前する。結構ねこの2段大ジャンプの頂点でジャンプするタイミングを使うまでねオンライン大変なんですけど、ここはなんとか上スマで浮かして、ここですね、ビタッと、あ、ここじゃねえやこの後だ、この後ケツで浮かせます、浮かせて止まる、急に出るジャンプ空前、こういう感じですこういう感じです。なんでだから、あそこ意外とクッパの空前届いちゃうんで、逆にクッパに困ってる人はあそこを注意して回避とか入れないといけないし、クッパ使いの人はねあそこ盲点なんで美味しいポイントです。さあ、それではラストマリオとの対戦いきましょう。まあ、コンボキャラメテオ持ちということでね、まあ、ファルコンとかマリオとかクッパだとちょっとやりづらい面があるかと思います。まあ、ライバルということで今回ね最後に打ってきました。まあ、こういったまあいわゆるスタンダードなキャラクター、コンボキャラクターにも当然あの空前が刺さるということをねちょっと紹介していきたいと思います。
まずこれは掴みたい。もうだからもうすっごいまとわりつかれる。もうコンボキャラとやってるとき暇なんだよな。ほらダメージ差がすごい。まあこれをクッパはひっくり返していく。インチキファイヤーで着地狩りを買っていく。ウエスマで一気に空港でもうこれで破壊というね、やばすぎる。3タッチぐらいで撃墜してるから、マリオはいっぱい触ってきますけどね。クッパーもちょ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 ってやって、最後フードでペンってやったらもうおよーんって感じですから。でまた着地ガリガリのインチキファイヤー、これも美味しい。本当に着地ガリガリのインチキファイヤーはマジで美味しいから、ぜひやっていただきたい。ただリターンも、あ、リターンがでかいけどリスクもでかいので、そこは注意です。さあ2ストック目は普通に撃墜していきます。まずは横 B していって、この横強者シフト惜しい、ここも惜しい。でここでメテオされてしまう、危うい。しっかりとタイミングずらして戻って上強でバーストしていく。さあこのラストストックでね、マリオにもしっかり2段ジャンプ、2段大ジャンプ、崖外奇襲クーマをね披露していきたいと思います。これも手順は全く同じ、浮かせる、止まる、急に2段大ジャンプクーマにする。大ジャンプは1段目の頂点でね。さあまずは上スマ、この上空中攻撃差し込みが多い相手に上スマが刺さりますね。さあこの後浮かせます。さあ浮かせました、もう一回浮かせます。あれ浮かせます、浮かせますよ、浮かせて、あれ浮かせて止まって、急に2段大ジャンプ食う前ね。さあ浮かせました、止まります。これ下から変えられちゃいましたね。もうちょっと高いところから変えてきてほしいんですよね。高い、浮かせます、逃げ、ゴー、まあこういうことでございます。さあということで、よかったらねこの2段大ジャンプ空前、地味ですけど強い、レート2000超えでも刺さるのでぜひやってください。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた来週の動画でお会いしましょう。さよなら。